days like these last with one another, with the feeling pass. Would you find out with me if it all starts to crumble? We'll search the pieces for hope or a mumble. It's not for me to decide. ちょっと全然いいじゃん。よし、お腹すいた？うん、めっちゃね。めっちゃすいた？だよね、朝ごはん食べてないもんね。うん。よし。寒いの？上かそっか。あ、いいよいいよ。え、なにそれ？すげえ。ガスバーナー。そう、ガスバーナー。よくご存知で。すごっ。ガスバーナーでございます。ガチやん。ガチやで。よし、焼いていく。こうして、一応押すものがないとと思って皿を持ってきた。で、少しこうホットサンドっぽくひっくり返すよ。はい。ほら、いい感じに。あらあらあら。あらあらあら。いい感じでしょ。うん。頭いいねそれ。あ、すいません、使おう。パン焼くとき。ホットサンドを買えばね、一番いいんだけどね。え、ね、買えばよかったのに。だから買おうと思ったんだけど、うん、あまりお母さんパンそんなに食べないじゃん。うん。と思って買わなかったの。ああ。そしたら朝楽だったのにな。あ、そうなんだ。じゃあ今度買わないとね。うん。うん、だっていつも私端で押さえてるもん。そうなの？カリカリになるように。ああ。カリカリ？パリパリ、うん、パリパリだね。パリパリ。前までパンあまり食べなかったのに、なんで最近パン食べない？なんとなくちょっと朝からさ、あるじゃん、おしゃれだなみたいになるよ。ご飯だったらさ、うん、なんて言うんだろうな、よくあるじゃん、あ、遅刻遅刻みたいなさ、うんうんうん、パン加えていくみたいな。そう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 、うん、なんか、あ、ちょっと今自分イケてるなみたいなさ。なんじゃそれ。なんじゃそれ。ちょ、憧れてた、そういう生活に。あ、そうなんだ、うん、でも私だいぶ小食になってるね。朝めっちゃ食べたじゃん私、うん、めっちゃ食べたよね、うん、めっちゃ食べた。だってお母さんがいつも言ってたよね、よくそんな食べれるねって、うん、朝からね、うん、めっちゃ食べたもん。まあよう食べてたわ、中学校前だったね。うん、うん、昨日長女がいちご狩りに行ったんですよね、お友達と。そう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 。で、四つ星。そう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 、四つ星っていういちごで、これにこの
ガーナチョコレートを溶かして、うん、チョコフォンデュっていうのかな、なんていうのかな、そういうのを作ってみようかなと思ってパイナップルと持ってきたよ、うん、やるやんやるやんどこから目線よ次は私のアボカドを入れます。アボカド食わず嫌い？うん、食わず嫌い。違う、私食べた時にさ、うん、なんかさこうふにゃってなるじゃん、うんうんうん、それが嫌なんだって。でもあれだよ、体に森の、そう、森のバターって言われてるんだよ。まあ無理無理無理、食感が無理。でもでもアボカド食べれる女おしゃれだなと思う。めっちゃ美味しいのに。よし、こうして。でもこういうキャンプしてるとさ、うん、地震来た時楽よね。なんで？ああそうだよ、知識があるとさ、うん、そうそう、それはね、だからしてほしいわけよ、子供たちにも。あー、なるへそ。大事じゃん、これからさ、どんな災害起こるかもわかんないよ。うん、で、こうやって1個目出来上がりね。はい、2つ目出来上がり。わ、美味しそうですね。美味しそうでしょ。たっぷりね、たっぷり。美味しい。美味しいよ、食べてみる？いや無理無理無理、いいわいいわ食べてみりゃいいじゃん。食感が嫌い、ぬるってしたのが。うん、うん、でしょ。そんなにね。よし、で、パンをまた乗っけます。じゃーん、お、すごい、ほら、美味しそうじゃん。おしゃれ。おしゃれやね。ちょっと待ってよ、まだ思いましたか。ほら、お、美味しそうでしょ。アボカドだよ。いや、アボカドはいらないね。美味しそうじゃん、ほら。まあでもおしゃれ。美味しそうだよね、でもね。うん、でしょでしょだよねありがとうね。うん、感謝してほしいわ。こんな高いイチゴを買ってきてくれて。うん。私散々言われたもんね。悲しゅう。だってこんな高いイチゴ買ってくると思わないだもん。でも確かに、うん、買った方が安いやんと思ったよ。うん。だってそんなかかると思わないじゃん。ね、でしょ？うん。だからまあしょうがないかと思って、うん、わざとらしちゃう。いただきます。よいしょ。はい、食べていいよ。アボカドいただきます。うん、おいしいね。おいしい。うん、ピクニックって感じ。うん、やっぱり外で食べるとおいしいよね。うん、おいしい。私よくさ、ばあちゃん家でさ、うん、外で食べてた。わざわざご飯持って行ってなんでばあちゃんも外で食べる、中で食べるって聞いてさ、うん、外で食べるってねえ、一つ質問していい？うん。何だと思う？分からん。お父さんとお母さんがさ、こうやって YouTube してるじゃん。子供から見てどう？え、率直な感想どう？うん、
どうなの、親がこういうことをしてるっていうのってどう？でもこういうチャレンジ精神があるのはすごいいいと思う。そうなんだ。見習わないとなと思うけど、だっていろいろさチャレンジしないとさ、うん、何が止まらないじゃん、うん、だからうん、私は普通に賛成だよ。ああ、そうなんだ、うん、そうなんだね。いや、聞いてみたかったの。子供からしたら、ほら、お父さんとお母さんよくこうやってしてるけど、うん、どう思ってるんだろうねってお父さんとも話してたの、うん、な、お父さんもすごいよね。あ、ついていけんわ、でもああいうのよくついていってるでしょ、お母さん。何言ってんだって何言うんですか。なのよ、うん、やっぱさ、あとそっちの訛りってすごいのかな。すごいよ、すごいんだって。じゃあもうお腹いっぱいになったことだし、ありますか。はい、美味しかった、うん、楽しかった。楽しい、こういうのはいいよ、うん、そろそろじゃあ帰りましょうか。そうね、はい、じゃあ頂上も皆さんにバイバイしてくださいね。はい、じゃあ今日は以上でテクニックを終わりたいと思います。はい、はい、じゃあ帰りましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ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 って言ってるよ。バイバーイ。Yesterday I lost the battle, trying at all costs, oh, to keep you baby, oh, to keep you babe.Now I hurt so bad. All I feel is sad that I lost you, baby. Oh, I lost you, baby.